小泉八雲記念館にやってまいりました。小泉八雲についてはいろいろ回覧とかその他のことで、非常に世界的に有名な方で、ここ松江のですね、超有名人ということで、私なんかも楽しみに、この小泉八雲邸をですね、に来るのを楽しみにして、いたんですけれども、ちょっと庭を見ますと、サルスベリですかね、110個、綺麗に咲いてますね。庭もやはり、小泉八雲、日本非常に好きだったということで、彼の中のですね、小泉八雲自身の血がですね、非常に東洋系のですね、血も混じってて、いろいろ複雑で、ギリシャ人とかいろいろ血が混じってるんですね。で、そういう、多様な血がですね、日本人という、東洋のですね、そういう異質な血もですね、平気で受け入れると、そういう体質を生んで、小泉八雲という、人間とその作品が生まれたということになるわけなんですけれども、その、お住まいになった小泉八雲の宮廷ですね、ちょっといろいろこう、掛け軸とかそういうのを見ながら、カエルが鳴いてますし、非常に小泉八雲自身は日本にですね、いろいろなことがあってですね、不幸なこともいろいろあったんですけども、最後にここに来てですね、安住の地というところで落ち着いて生活して、ここで著作なんかも活動なんかもいっぱいしてですね、いい作品を生み出したということですね。奥さんのですね、節さんのですね、協力もいっぱいあったと思うんですよね。非常にそういうところでですね、彼の怪談をはじめとする偉大な作品が生まれたという、そういう、宮廷に今登場しまして、それを撮影してるんですけれども、ここに来たからには少し痕跡を残したいと私も思いまして、くだらないことを言いながらですね、これは後でまた楽しむ感じで見たいし、ここ書斎ですね。こんなところで、ここが、セミが鳴いたり、さっき カエルも鳴いたりしましたよね。カエルが鳴いたり、セミが鳴いたり、ハスの花なんかもありまして、大変結構なお庭でございますっていう感じですね。ここに小泉八雲の日本の庭園なんていうのがありますね。文章ちょっとちらっとだと読めますかね。北側の第二の庭は自分の好きな庭であると、大きな草木は何一つないと、青い小石が敷いてあって小池が一つ、珍奇な植物がその縁にあり、小さな島が一つその中にあって、その島にはいくつ小さな山がいくつかあり、高さはほとんど一尺にも足らないが、おそらくは一世紀以上の年を経たのもその中にある、一寸法師的な桃と松とツツジがある小型の湖水が一つその中心を占めているというような感じで、こういうふうにこの庭のことをですね、表現してます。文学者ですからね、もう本当に取りに足らないようなですね、と思われるような庭をですね、鮮やかにですね、こういうふうに描いちゃってしまうんですよね。大したもんですね。文学者の想像力とか文章力というのは、こんなところですね。あと、
小泉八雲の年譜ですかね、年譜なんていうのがありました。ここがちょうどいいですね、1850年に、6月27日、ギリシャ、フーガニア島でアイルランド人の父とギリシャ人の母との間に生まれるということですね。この辺りで、まあ、小泉八雲のですね、その、血というものが分かってくるということですね。あといろいろまあ大変なところがいっぱいあったんだよね。あと左目だったか右目だったか全く見えないということでですね、まあ、写真なんかはそっちの方が絶対撮らせないとかいう、そういうエピソードもあったようですね。1891年半41歳の時に、八雲の看病と身の回りの世話をするため小泉摂が、まあ、雇われたということで、この方と結婚したんですよね。まあ、本来はまあ松江中学の英語教師として松江に赴任したということですね。先ほど歴史のですね、歴史資料館だったか展示館でしたかね、まあ、行きまして、あそこで知られぬ日本の面影なんかいうのをですね、ちらっと私も3品ぐらいこう読ませていただいたんだけども、なかなかまあ自分書で面白かったんですけどもね、いろいろあれですね。46歳で帰化して日本人小泉八雲となったということですね。まあ、東大なんだろうね、東大の講師をしていたということで、まあ、いろいろありまして、54歳で早稲田大学文学部に出向して、1904年54歳、同54歳9月26日休設ということで、55年ぐらいの人生だったですね。1850年から1940年ですね。1850年から1940年、まあ、そういう時代、まあ、明治維新を、日本ではまあ明治維新になってるからね、その激動のあの明治維新をですね、まあ、外人の小泉八雲もここに来て一緒に駆け抜けたというふうな感じで、まあ、大変まあ立派な方のそういう立派な資料館ということで、じゃあまあそんなところでここはこれでおしまいします。